日本鹿児島県鹿児島市草むた草むたは、鹿児島県鹿児島市の町邸。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在層、むた村、鹿児島郡鹿児島近在芸式村、鹿児島郡意識村、大和座市も意識。郵便番号は草むたは890の0014、総むた町は890の0015。人口は5020人、世帯数は2776世帯。 草む田一丁目、草む田二丁目及び草む田町があり、草む田一丁目、草む田二丁目の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部、甲月川下流佐岩に位置する。町域の北方には下石識、南方には新松陰町、東方には城山、玉里町、西方には長吉、原良がそれぞれ接している。町域の西端を高月川が、 南北に流れており、大月川に沿って国道三号が通っている。また、総武田町と草無田二丁目の境界を通る国道三号から溜里町の溜里島津家の溜里邸を結ぶ道路は、島津久光の国葬のために建設され、国葬道路とも呼ばれる。中央部に鹿児島県立鹿児島老学校、北部に鹿児島県立鹿児島工業高等学校が所在しており、 鹿児島工業高等学校に隣接して、鹿児島県五国神社、鹿児島神社がある。江戸時代には、光月川下藩から望む草、タの山々の形が鶴の姿に似ていることからこの一帯を鶴音と呼称していた。草タという地名は、古くからこの付近が、光月川の湿地帯で、沢タと呼ばれていたものが点火して、草タとなったと言われる。 草む田という地名は、江戸時代より見え、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであった。歴代制度巻20によれば、草む田村は鹿児島近在のうち、近名に属していた。村高は、鹿児島寺社めぐるによれば488国余り、天保豪町によれば716国余り、群村高辻町によれば716国余り。 三州五地西洋欄によれば517国余りであった。1871年に、鹿児島軍鹿児島近在で石木村に編入された。特産品としては、告げ串があり、草むた村で生産された串は、草むた串と呼ばれていた。1877年の1月から2月にかけて、草むたにあった草むた火薬港四学校の生徒が、襲撃したのをきっかけに、 西南戦争が勃発し、草、無駄の山は、砲撃により、山形が変化するほどの激戦地となった。西南戦争終戦後、鹿児島県は、臨時の監獄を草無駄に設置した。1911年9月30日に、鹿児島郡意識村、大和差しも意識の障子具有の下、二月殿、うと、丸山、夏影のうと、夏影、丸山ほかぞの十月殿、 荒牧、上古川、柳田古川、外戸口、郷田、椎木山、前の谷下、松が、平、堤が、うと、前田に登る、後がうと、一万助が、うと、両芝場、真ハ様、北山葉様、下の角、五船崎、入船、内屋敷、屋敷店、下河原、佐久川原、屋敷内、柳田、大坪、豊砂川河原、上河原の区域が、 鹿児島市に編入され、その区域をもって、鹿児島市の町、総務多町として設置された。鹿児島市編入時の総務多町の人口は1491人であった。第二次世界大戦終戦後の1946年には、戦災復興事業の一つとして、土地区画整理事業が実施されることとなり、草むた地区も土地区画整理事業の対象となった。 戦災復興事業として行われていた土地区画整理事業は、鹿児島市全体で1981年までに完了した。1976年7月5日に城山、草むた地区において、住居表示が実施されることとなり、町域の再編が実施された。それに伴い、総務田町の一部より、草むた一丁目、総務田町、玉里町の一部より、草むた二丁目が設置され、 総務多長の一部が城山一丁目の一部となり、下石町の一部が総務多長に編入された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島県立鹿児島工業高等学校鹿児島神社拝殿私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一般国道。ありがとうございます。